ベイチャンネル、ベイちゃんのおもちゃ部屋。どうも、ベイちゃんです。今回紹介するのはこちら、プレミアムデラックスメモリアルレーザーレイズライザーです。はい、こちらは、仮面ライダーギーツに登場するサポーターたちが使う変身アイテムのレーザーレイズライザーの、プレミアムデラックスメモリアル版ですね。はい、自分はデラックス版一般販売のものは買えなかったんですが、人気でねすぐ売り切れちゃって買えなかったっていう方もいっぱいいるみたいで、本当にね売り切れがね続出してて、で自分もちょっとまあ予算の都合もつかなかったんで見送ってて、本当に店頭から見ることもなくなっちゃって買えなかったんですけど、プレ版でメモリアル版として出てくれたので、ゲットできました。なんですがちょっとね今不具合で話題に結構なってるんですよね。音声がちょっと違うとか音が小さいだったりとか、ちょっとねいろいろあるんですけども、ちょうどこの動画を撮ろうと思った時に、プレ版からメールが来て、見たらちょっとそれに関しての対応をこれからちょっとしますっていうようなメールが来たので、不具合で、ちょっとね思ってたのと違ったなっていう、こう楽しみがねちょっと減っちゃったなっていう方々、自分も含め、対応をねしてもらえるってことでちょっと一安心かなとは思っております。はい、ちょっとねどんな対応でどうするかっていうのはこれからまた詳しく決まったらまた連絡来るそうなんですけど、はい、とりあえず紹介をねしていきたいなと思います。もう箱がねかっこいいですよね。ジーン鈴木福さんが変身する仮面ライダージーンですね。はい、ギーツたち4人のサポーターも変身して戦えるっていうことでね、みんなそれぞれ仮面ライダーになれるんですよね。で福くんは、主人公ギーツのサポーターなんで、キツネどこかキツネっぽい感じ、耳がねちょっとあったりとかねするようなキツネのようなライダーに変身をしてサポート、戦ったり助けてくれたりねしてくれてました。はい、変身ポーズもね指パッチンしてかっこよかったりね。はい、で上に、4人の使うカードが写っていて、ジーン、ケケラ、キューン、ベロバっていう順番にね並んでます。ギーツ、タイクーン、ナーゴ、バッファのサポーターのカードですね。後ろはこんな感じでそれぞれの変身した姿が写っています。カエル、キツネ、牛、ライオンですかね。ライオンでいいのかな、猫、ライオン、それぞれみんなねカードを刺して変身するっていうね感じですね。はい、みんなかっこいいですね。福くんだけでしたかね、スーツがあったのはこのジーンだけ。ケケラとベロバ、キューンは CG で、劇中登場でしたね。はい、レーザーオン、レディーファイトって書いてありますね。はい、箱はこんな感じです。で中身を取り出します。はい、中身取り出すとこんな感じです。レーザーレイズライザー本体と、それぞれのカード4枚ですね。それと初回購入特典でこうブラックレイズライザーカードが、付属しました。はい、これはね番組後半でねケケラとケケラとベロバが使用していたカードになりますね。はい、ちょっと細かく見ますか。はい、レーザーレーザーレーザーこんな感じです。デラックス版と大きく違うのはこのトリガー部分がしっかり塗装されているっていうことですね。はい、デラックス版はクリアパーツだったのかな、
自分ちょっと持ってないんで比較ができないんですけど、あと裏面のこの認識ピンのプレートが、クリアパーツだったのが黒になってます。これはね、あの福くんが、制作陣にこう言ったみたいで、あのプロップはこうなんですよっていう意見が採用されて変更がされたそうですここね。はい、あとはこの辺の塗装もより綺麗に変更されているとのことです。はい、まあ自分はね比較のデラックス持ってないので、あのなんだろうな、わあこんな変わったんだっていう驚きはちょっとないんですけど普通にこれはこれで綺麗でかっこいいなっていうね、あの光っててメタリックに光っていて目立っていてかっこいいなと思います。はい、でここを押すとここですね、ここを押しながら引っ張ると分割されます。はい、でこの部分にカードをセットしてつけると、はい、いう感じですね。はい、まあこっち単体で見るとこんな感じですね。もこんな感じでね、はい、もうギーツにね、ギーツの中間フォームにこっちが使われるんですけど、もうそうするとここがね綺麗に円になるっていうのもちょっとすごい自分は好きなポイントですかね。はい、このレーザーだけだと別に半円のままなんですけど、レーザーブーストにね主人公が変身すると、あの綺麗な円になるっていうのをね、あのちょっと後でねやってみようかなとは思います。はい、だとここも稼働するんですよね、スイッチになってて稼働します。はい、でトリガーと、はい、でスピーカーがここにねあります。はい、本体はこんな感じで、これがそれぞれのカードになるんですけど、こちらがジーンのカードで、後ろに推しであるライダーのギーツのクレストがあります。でこちらがベロバですね、推しのバッファのクレストがあります。でこちらケケラ、推しのタイクーンのクレストがあります。で最後こちらキューンですね、推しはナーゴですね。はい、でみんなこれ顔になってるんですけど、ここがね顔のデザインっぽくなってるんですけど、まあちょっと分かりづらい感はあるかなと思います。最初自分も全然分かんなくて、ジーンはこうかな、こう見ると顔になってる目ですかね。はい、でケケラは分かりやすいんですよ、これが顔目ですね。でキューンはこうですね、こう見て目でなってます。で一番分からないのがこのベロバ、未だ分からないベロバの顔はね、いまだに分かんないんですよね。分からないんですが、横顔なのかなって思うんですよね。違うかな違うか。いまだに分からない横顔、こう、後に使われるこっちのベロバが使うブラックのカードは横顔なんですけど、だそれを考えると横顔なのかなって思いますあの分かる方教えてください。ケケラはね同じなんですよ、横、あの正面の顔っていうか、こうね正面の顔同士なんですよ。これで言うと
じゃあベロバさんは横顔なんじゃないって思うんだけど、ちょっとわかんないんですよね。はい、まあわからないのもまた面白い。はい、でちょっとね、あの音声の方をね聞いていきたいかなと思います。では電源オンします。かっこいい。もう一回ちょっと正面で、はい、いきます、せーの。はい、ここがねクリアパーツなので発光するとね綺麗ですよね。このクリアパーツにいろいろこうモールド入ってるので、そこが屈折したりしてね綺麗に見えます。はい、でトリガーを押すと銃撃音ですね。長押ししても変わらない。でここを引くと、必殺技音ですね。で2回倒すと、サポート技を発動できるんですね。はい、さすがサポーター。で3回やると、特にないです。単体の音はこんな感じですね。では変身遊びやってみましょうか。はい、じゃあジーンから変身やってみます。カードをセット。この向きです。はい、あのこのバーコードとハニカム柄が右下になるようにセットします。で、かっこいい。指パッチにしたくなりますね。ならないんですけど私、うん、はい。指パッチにして変身してましたね、福くんが。はい、なんとこれメモリアルなんで、その指パッチの音も入ってるんですよ。はい、まあそれはちょっと後ほどやるとして、で必殺技、でサポート技、サポートモード。はい、こんな感じですね。ではあの続けて他の3人もねやっていきたいと思います。すごい巨大なライダーになるんですけど、まあ、そのなんか大きくなっていく、体を形成していくような音声が、聞けますね。
じゃあ次ケケラ。で次キューンをやってみます。これで4人のそれぞれの音が聞けましたね。はい、ケケラとキューンはちょっとあの本編の変身の時の向きを意識してやってみました。はい、ケケラは横、キューンは縦で変身してました。はい、ベロバはこんな感じかな。この動画にするとちょっと動画映えしない向きなんですけどテレビだとね、こういう感じの向きで、あのかっこよくね打ってましたね。で福くんはこうちょっと斜めな感じでね、手を前で交差させてちょっと斜めでね打ってましたね。はい、変身後に特殊攻撃音があったのでそちらをちょっとやっていきたいと思います。トリガーの長押しで音が鳴ります。あとはですね、あのこのプレミアムデラックスメモリアルの売りであるあの本人ボイスですね、セリフモードっていうのがあって、それはトリガーを押しながら電源オン、レーザーレイズライザー、それとちょっと音声がね違うんですよね、レーザーレイズライザーの音声がね。でこれであのセリフモードになってるんで、ここでキャラクターを選択するんですよ。やべ、お前こそがデザ神になるんだよ、桜井慶は。はい、ケケラ。そこのお嬢さん、忘れ物。キューン。私はベロバ、ジャマトを支援しているスポンサーよ。ベロバ。すごい、面白すぎるよ、ギーツ。で、ジーンですね。で、それぞれのセリフが鳴った時にトリガーを押すと、そのキャラクターに決定されます。なんで、とりあえずジーンからいきますか。プレゼントは俺自身だ。はい、これで今、ジーンで決定されました。その言葉信じるからね。今をどう生きるか俺にはまだわからないけど、確かなことが一つだけある。エース、俺は君のサポーターだ。すごい、面白すぎるよギーツ。はい、といった感じで、ジーンのセリフが聞けます。残り4人のねセリフも聞いていきたいと思います。やべ、お前こそがデザ神になるんだよ、桜井慶は。俺だ、人間のデザインも悪くねえだろ。忘れ物ほっとけるわけないだろう、君
女様は、たとえ世界中が敵になろうとも、俺は君の味方だ。そこのお嬢さん、忘れ物。私はベロバ、ジャマトを支援しているスポンサーよ。はあ、このジャマーガーデンも、もう使い捨てね。人間がみんな不幸になる。ゾクゾクするような世界を私に見せて。はあ、いいわ。まとめてかかってきなさい。いつか、あんたと同じ墓に、入ってやるから。私はベロバ、ジャマトを支援しているスポンサーよ。はい、といった感じで4人のセリフが楽しめます。それぞれね、そんなに多い量ではないんですけど、4人分って考えると、結構ね、なんだろうね、印象的なセリフが入っていて、いい感じの量なんじゃないかなと思います。多すぎてもね、飽きちゃうと思うんで、もういいよってなっちゃうからちょうどいいぐらいの量なんじゃないかなと自分は思います。はい、劇中をね思い出せるので、すごいそこで見ていた当時にね戻れるっていうか、ああ言ってたなとか、懐かしいなとか、なりきり遊びにもねすごいなりきれるんじゃないかなと思います。はい、次はですね、セリフモードで変身をするとまた違う音声が聞けるということで、それぞれのキャラの変身っていう声も入っているので、そちらをやってみたいかなと思います。ジンセット変身レーザーボはい、指パッチン入ってましたねやっぱね、指パッチン大事だと思う。ギーツとジーンに関しては指パッチンって大事ですよね。で、変身後ですね、変身後に、必殺技サポート技をやるときにここを動かすと思うんですけど、その後ですね、3音目以降からがまたセリフが入ってるんですよ。俺が求めているのは感動だ。しらけさせるなよ。はあ、エース、君の因縁の相手だ。素晴らしい戦いを見せてくれよ。はい、といった感じで、また違ったセリフが聞けます。他のキャラでもちょっとやってみたいかなと思います。ケケラさんは、変身のみで、必殺技の後の音声は入ってないようです。キューンはこんな感じです。はあ、このジャマーガーデンも、もう使い捨てね。ベロバセレト変身レーザーボー
ことを言うんじゃないよ。Thank you.